J フロントリテイリングの今年2月までの1年間の決算は、最終的な損益が前の年が212億円の黒字だったのに対し、261億円の赤字に転落しました。赤字となるのは2002年2月期以来19年ぶりで、大丸と松坂屋が経営統合した2007年以来初めてです。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響による臨時休業で来店客が減少したことなどが響きました。吉本達也社長は、変化への対応の遅れが企業存続の致命傷になりかねないと言っても過言ではないとして、変革への決意を明らかにしました。